間違えました、徳郎です、こんにちは、ここのプリテンダー、徳郎大好きの、何でしたっけ、あ、パフォーマー天国2が始まりました。あ、こっちはいいな。はい、本日もですね、北十五条にあります北口から歩いて八丈島の八丈さんに今回生放送をやっております。今日はちょっと賑やかな感じですけども、頑張って進めたいと思います。最近の私の実情じゃないな、近況なんですけども、毎日毎日ライブありまして、ちょっと夏バテ気味でございましてですね、ちょっと先に今日ちょっとゲスト多いんで、私の告知を、させていただきます。来週の7月27日ですけども、土曜日、たぬきコーチ祭り、たぬきコーチナイトバーゲンというのがあります。これにですね、私、徳野大輔、鳥で出演しますので、もしよければ、これ入場無料なんで、道端だから、はい。それから7月31日ですね、ちょっとドーチェレナルさんの、ですね、企画にユニオンフィールド出ます。それから9月6日、これ大事ですよ、プリテンダーバンドというですね、まあ、バンドを組んでおりまして、はい、あ、9月7日ですね、ごめんなさい、はい、9月7日、間違えました、はい、土曜日です、よかったら来てください。さっきですね、本日はちょっと、発表がありましてですね、ちょっと事例が出ましてですね、ちょっと新しい保健の先生がこちらにやってまいりますので、ご紹介いたします。ミイラル先生です。ミイラル先生、ですね、ミイラル先生はですね、野立学園過去会からですね、こちらの方にですね、転任していただいたんですけど、申し訳ございません。あとご挨拶の方お願いできますか。野立学園から転任してまいりましたミイラル先生です。どっかの並みとは見て非なる存在なので、くれぐれもお間違いのないように。間違いないように。ね、間違いなく大変なことになりますね。本当ね、あんなクソ女のこと私考えたくない。クソ女なんですか。ミイラル先生は最高だけど、ララミは最悪なんですね。はい、今日はちょっとミイラル先生とですね、共にですね、徳能学園をちょっと、やりたいと思いますと、徳能学園のちょっと実は校長先生に就任された方がいましてですね、はい、あなたの役職は何なの。はい、あなたの役職は何なの。約束は約束を守らない。役職は一応なんか教頭とか名誉顧問の仕事しない人ね。仕事しない人。分かった。校長先生は誰なのかしら。はい、校長先生紹介します。ドーチャリアルさんです。どうも。どうも。ドーチャリアルさんはですね、自称忍者の方なんで、忍者が校長やってるの。そうなんですね。忍法は教えないようですよね。いや、たまに教えます。あ、そうですか。あともう一人今日ゲストがいらっしゃるんですね。まあ、なんかよく番組で出てくれるね、東別の地方のですね、重要な役割をやってます、ね。東別。はい、東別の方です。誠一郎さんです。誠一郎君。あ、どうもこんばんは。よろしくお願いします。あ、マイクが。すいません。ですね、今日はですね、この3人だいぶグダグダだけど大丈夫かしらね。大丈夫ですよ、はい、私いつもグダグダなんでグダグダ売りになってますからね。はい、ちょっと熱くなってきました。はい、ですね、ちょっと今日はですね、ゲストが2人いるので、まず1人ずつ楽曲をですね、聴いていただいてですね、それからですね、多分いろいろミラー先生にご質問があると思いますので、お悩みの相談ですとかあると思いますので、校長からも悩みの相談があるのね。あるんです。校長多分悩んでますね、いろいろ。すごい学校ね、ここ。やばい学校です。あんまり荒れてないんですけど。分かったわ。程度無気力なんで。分かったわ。よろしくお願いします。ではちょっと、ドーチャリアルさんから、一曲ずつ披露していただけますか。あ、はい、OK です。サバ。じゃあ、ふりかけ投げます。じゃあ投げます。いつもマンスを悲しみて、いやでもないけど君と並んで、
なければ嘘でも嘘でもなんてしょうもないが風が吹くだ鳥が鳴りく君の曲を見てるだけで満たされちゃうね俺なんてだって軽く怒られたこの笑顔を見られるまでずっと眺めてたいなんてね僕だからじゃないかな心にしまってみたが静かな気持ちの形違えてそしてもきっとそして認めることはないよそんな気になってるね踊るよせがくてかけるのに準備して願いを待たせてる悪いと思って焦ってそしてパンダメになっちゃったで隠れてしまったかわいそうに猫の耳に餌を与えてた彼はわけわからず怒ってる私の顔を見て和を焼く嘘をつく感じで吹き出したこんな俺が悲しみが止まり慣れていたらいいなとお二人願いのバブルだけだけなのかな信じない気持ちも形変えていたとしても不思議とそれに飛んでいくことはないよそんな気持ちがあってるね最後だけど
新任されたですね、新原先生はですね、いろいろ基本的に学生のですね、なかなかですね、表に出せないですね、お悩みをですね、相談を聞いていただけるということなんですよ。仕方なくね。仕方なくですか。みんなでも助けを求めてるんじゃないですか、決められない人。保健の先生に助けを求めるのがおかしいんで、怪我直しに来るところだからね。心の怪我を直してもらいたいんですよ。あ、なるほど。で、ちょっとそのですね、あんまり仕事しない私からなんですけどね、一応ちょっと学校行事をね、よくやるんですけど、一生懸命企画ですとかね。なるほどね。必ずですね、話のわからない人がいるんですね。必ずみんなで決めたことをですね、理解しないものがいまして、空気が読めないってやつですね。徳野くんが理解してない。いや、そうかもしれませんけど、根本を理解してないなるほど、私が理解してないから説明できないってことですか。それは困りましたね、本当ですよ、本当に。それで、その説明できない人に、あなたは分かってないですよっていうことをどうやって言ったらいいかなと思ってですね。分かってないわよって言ってやればいいな。まあ、ミイラル先生の、ですね、こと偉大な方ですと、分かってない、それをおっしゃっていただければですね、皆さん理解するんですけど、私のようなものですとですね、ちょっとですね、僕の方が嫌われちゃうんですね。そう、学校名は難しいですね。情けない校長ですいません、ね。あ、校長じゃねえ。校長じゃないね。校長じゃない。あ、校長先生、で、どんな感じですかね。何がその、伝えるにはどうしたらいいか。どうしたらいいか、そう。なぜ、どうしたらいいか。それは、まず徳野くんがしっかりするべきよね、先に。まず先に。
そうですね。企画してるんだから説得力のある大人にならなきゃダメだと思う。説得力ないかもしれません、最近ね。こんなこれで説得力あるかどうかって。そうよ、私今日初任だからちゃんとスーツ着てきたのに、あんたその格好なんなのよ、言ったこれだから生徒の示しがつかないですね、そうね、礼をか何だかかんだかとか全然務まってないからねそうですか、まあ、自由にしてればいいのか、ね、この学校ぐらいの、一応アートスクールだと思ってたんですけどね。なるほどね、どうなんだよそのタイツみたいな。はい、ちょっと今日はヒョウになれたらいいなって言ったら足が遅いから、なるほどね、一応ちょっと足の細さだけは私のちょっと取り柄の一つでございます。やっぱやる気が足りないよ、ヒョウになりたいんだったら全身ヒョウにしてこないと。ああそうですね、ちょっとなかなか予算がですね、おりないんですけど、クローになりたいっていうのに予算をね、下ろしてくれる公共団体ないんですよ。会長、予算ないんだね。それはなかなか大変そう。ちょっと名誉会長、喋りすぎました。はい、校長の方から何かご質問ありますか。質問、私なんか、ふりかけが、なんか、伸びないっていうか、大丈夫、奥まで行かない。校長、一応ね、校長に雇われてる身だからソフトに行くけど、ソフトなんで投げるものを考えるべきよね。まあ、ふりかけは何で投げてるんだっけ。ふりかけはスヌーピーが好き で自称、勝手にスヌーピー大使ってやつで、で、なんかコスト的にふりかけが一番いいというか。なるほどね、そこダメよ、ケチっちゃう。ケチっちゃう。でもふりかけ多数の中にちょっとぬいぐるみとか。あ、何ですか、昔ぬいぐるみ投げてて、でもなんか誰もありがたがらなかった。スヌーピーの需要の問題ね。スヌーピーっていうか、多分なんか男の人がスヌーピーのぬいぐるみをもらっても、投げる相手をね、今日オーディエンスの中に女性の方もいらっしゃるけれども、多分食べるものなら消費するから一番いいんじゃないかな。ご飯食べない人は会うとね。あ、ご飯食べない人はあのふりかけそんなに入ってないでしょ。いや、入ってますね。結構入ってる。うん、なんかすごい、スヌーピーのかまぼこ的なやつがまさか入ってる。あー、なるほどね。まあ、振りかけなので、投げるパフォーマンスは厳しいわよね。でも、近距離用だよね。ミルキーを投げたら、ミルキーもあったの、で、人になんか目に当たって、気がついた。今日も結構当たってたけどね、頭とか。振りかけなら、当たってもそんな怪我しないから大丈夫かな。怪我はね、しないだろうけど、ちょっと振りかけに、少し重りでもつけてもらえる。あ、でもそれまた怪我、ちょっと痛くなる感じのメッセージカード的なものでもつけてもらえる。今日は来てくれてありがとうみたいな。あ、いいっすね。心がこもってると思う。あ、それいいな。うん、やってみるとめんどくさいけどね、結構ね。確かにめんどくさい。今日結構投げてたもんね。そう。あ、でも今日少ないもん。少ないの？あれで全然すごい少ない。この会場であの量投げようとしたのがすごいよね、本当。あ、もう人いなくても、人いなくても投げるの。ただゴミ増やしてるだけみたいな。ちゃんと回収してるんですよ、回収して後で自分で食べる。食べるの、それは珍しい。交渉自分の食生活を見直すべきだな。食生活もね。そうね。もうちょっとなんか食べよく見せないとね。校長らしい。あと校長だからね。そうそう。でなんかふりかけ投げてる印象はつくけど、スヌーピー大使の印象つかないから。そう、最近ふりかけとかしか言ってないからな。もうちょっとスヌーピー大使っぽさをアピールするといいかなって。これを全面に出せばいいですかね。そうね、なんか何に入れて投げてるかみたいな。あ、そうだ、言うの忘れた。そう、そうそう、自己紹介今日なかった。自己紹介なかったって言って言うとか言ってないじゃん。ああ、すみませんでした。私は管理不足でございまして、この中にですね、今ね、チャットが入ってきたんですよね。ママンさん、ママンママンさん、ミイララ先生、的確なアドバイスって言ってます。的確だったのね、結構適当だけどね。適当ですか。大丈夫かしらね。いや、的確らしいですよ。今日優しいですね。いや、一応校長だからね。この人に切られたら仕事ないわけだから、次まあ、重要な戦術ですからね。そしてちょっともう一人ですね、転校生の誠一郎くんがいましてですね、誠一郎くん普段なんか最近いつも悩んでますよね、誠一郎くんね。なんか常に悩んでそうな顔してるもんね。いやね、どっから転校してきたの。東別ってどこから。東別、はい、東別ね、はい、今日だから東別のテーマソング。あ、お話をちょっと、事前情報を。あ、光栄です。知っていただいて。いや、でも悩んでそうな、ね、顔してたけど、歌ってるときはそんなね、鬱っぽくないけど、なんかもう離れた瞬間にもう、目線常にカメラに下だもんね。あ、そうですね。すげえなぁ。よく見てなぁ。ね、何を悩んでるの、そんなに。東別から転校してきたんですけど、まあ、これはいいや。まあいいけど、僕地声が低くて悩んでるんですけど、どうすればいいか。歌ってる声も結構低いけどね。割とキーは低いのよね。
最近のアーティストの中では。そうですね、はい。なるほどね。声低いの何か損したことでもある？最近はなくなりましたけども。じゃあいいじゃない、解決してるじゃない。じゃあ何が損したの今まで？1個前は聞いてあげてもいいわ。電話で喋ってるとよくお父さんと間違われます。ご主人様いらっしゃいますかってやつ。そうですそうです。なるほど。大丈夫、さっきのトクトクとか来てない？大丈夫。そこまではそこまで行ってない。なかなかそこっちのことは厳しいですね。まあいいじゃない、お父さんに間違われるから。いずれお父さんになるかもしれないでしょ。わかりません。あと 2,30 年後ぐらいとか。だいぶ先ですね。生きてるんですけど、成人式の頃に還暦になっちゃいますよね。そうね、還暦ぐらいからがちょっとベッドポジションだ。今は転校生ですけどね。そうね、今転校生にね。そう、転校生だから友達まだ少ないからもじもじしてるんですよ。いやまあ少なそうよね、ほんと。友達作りなさいよ、せっかく新しいとこ来たんだから。わかりました、じゃあこの後お客さん一人一人に。ああ、大丈夫、ストーカーとかと間違われないように。いい、はい、ありがとうございました。ここまでかしっかりね。はい、ありがとうございました。なかなか的確なアドバイスが、続きまして。ママンママンさん、常に悩んでる顔ってって笑ってますけど。いやまあね、なんか要するに、求められてる目線より下ってことよ。そう、ああなかなかそれは大変なことですね。桜君も今日ちょっと下寄りだからね。ちょっと下寄りですね。ちょっとまだ環境に適応するのがなかなか難しいです、ね、自分でこの環境作っといてね。だからなのよ、企画が伝わらないとか。そうですね、そうかもしれません。だからね、いつも追い詰められてる気持ちでいるんですね。なるほどね、常に崖っぷちなのね。はい、崖っぷちにしないとですね、頑張らないんですよ。崖っぷち学園に改名しようか。崖っぷち学園ですか。崖っぷちの人ばっかりいらっしゃるんですか。崖っぷちの人しか来ないような感じのね。これはなかなかお昼のあれですよ、お電話相談的な感じになりますよ。そうね、おそらくちょっとね、危ない感じの番組になりそうね。そうですね、路頭に迷っちゃう感じね。はい、ちょっとこうやって開校してみたんですけどね、どうですか、異常大丈夫ですか、この学校は。いやー、私に任されても。あ、そうですね。いや、私もちょっと、もうちょっと施工をちゃんとしまして、運営ができるようにしますけど。まあまあいいけどね、私は今言うだけだから別に何の苦もないけど。私はいいのよ別に。本当ですか、はい。そうですね、あとあれですね、で今日ちょっと出席のお二人にですね、まず告知などをちょっとしていただければ。ここで真面目にお仕事しないとね。はい、そうです、そうです。あ、どうぞ、どうちゃり。告知、これ、7月31日にですね、人生初の、企画、自分の企画ライブ的なのをやって、一人の人たちのライブみたいな、自分も一人なんですけど、まあ、徳野さんも出るんですけど、まあ一人の人集めて、多分5人ぐらいでライブやるっていう、ユニオンフィールドでやるので、7時スタートで、私の出演時間が9時10分か20分ぐらい。チャージが1500円プラスワンドリンクぐらいでやりますので、はいはい、そう、一緒に一緒に出ます。よろしくお願いします。企画大変ですね。何もしてないの？してない。あ、そうですか。マジですか。あ、はい、誠一郎さんはあります？はい、今月の30日に平岸にありますフライヤーパークというところで、ライブを行います。8時スタートの8時半、僕は2番手なので、9時ぐらいの出番になるんですけども、ワンドリンク付きで1500円、で、ライブをやりますので、ぜひ見に行ってください。そして8月の8日に、ユーストゼットというインターネットの音楽番組に出ますので、こちらも、チェックしてみてください。Facebook とかアメブロとかでも、上げますので、間違ってもこっちとは間違いないようにしてくださいね。ユーストゼットですので、よろしくお願いします。それ分かる人いるのか、いるか。いると思いますよ。チャットの方、佐藤坊さん、入室ありがとうございます。ゆっくりしていってね。はい、ママンママンさん、皆さんライブ頑張ってください。頑張りましょう。頑張ります。あとですね、告知というかですね、おとといですね、ノルベイさんのですね、ビアガーデンでライブをやったんですけど、その模様がですね、アップされてますので、もしよろしければご覧ください。はい、あ、大丈夫ですか。あれ、なんかこれは
ラランミさんで、アールさんだ。お久しぶりです、皆さん。忙しかったですね、今ちょっと今間に合ったんですか。あ、いや、そうなんですよ、今ちょっと来ちゃって、ちょっと、ま、番組間に合うっていうから来てみたんです。あ、よかったです、よかったです。はい。いやいやいや、ちょっと。なんか今日どんな感じだったんですか。あ、今日ですか、ちょっとぐたぐたでした。はい、どうだったんですか。皆さん、はじめまして、ラランミです。あ、ラランミさん、先週も出ていただいたんですけどね。そうなんですよね、先週も、はい、そうですよ、ラランさんのおかげでちょっと先週ビアガーデン出られましたんで、ありがとうございます。いやいや、全然こちらこそ盛り上がってるので、ありがとうございます。よかったです、私も見てみますね、後でアーカイブエンド、はい、チェックしてください。ということでですね、私の方からもちょっと告知が、はいはい、ありまして、こちらですね、じゃあ、7月24日、急遽ちょっとライブが決まりましてですね、はい、スモドロップという札幌の劇場型アイドル、はい、スタジオミックスに所属している劇場型アイドルのライブのオープニングアクトが19時から決まってます、はい、あとですね、神戸で今月末ライブしに行くんですが、はい、7月27日アニメンズアニガールズというですね、神戸スタークラブにてチケット1000円でお昼から夜までのフェスを、アニメフェスをやりますので、はい、こちらの宣伝をしに来ました。はい、皆さんよろしくお願いします。神戸まで行かれるんですね、はい、行きます。大丈夫ですかね、なかなか噛んだと咳されてますけど。ちょっと、はい、最近ちょっと遠征多くて大変じゃないですか。そうですね、エアコンがきつい。エアコンきつい、東京とか。暑くはなかった。暑かったけど。暑かった。あ、東京行ってみたいんですけどね、なかなかね、お呼ばれされないと。特の遠征ですね、僕はアンプ1個でどこでも行けますんでね、警察に捕まらなければ大丈夫なんで、ね、そうですね、捕まらなければね。はい、ママママンさん、ありがとうございます。ノルメさんの見たよ、すごいですね、徳野さん。見たんですか、ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、そうなんですよ、ノルメさん見てきたんですよ。なんか、やっぱりですね、不特定多数のところで、皆さんで、この間、誠一郎さんもね、当別の、温泉、太め温泉でやったり、はい、いうものもね、アップされてますけれども、やっぱり結構、不特定多数の人がどういう反応をするかっていうのは、すごい、なんていうんですかね、アーティストにとっては大事なことかと思うんですね。知ってる人の前でやるんじゃなくて、そうじゃないときに、そういうので見れば、ちょっとラランちゃんって多分相当経験を踏んでらっしゃると思うんですけど。いや、でも結構大変なもんですよ、アウェイな時はね。アウェイに感じますよね。最初の1曲目で心が折れそうになりますよね。なりますね。はい、だから、そうですね。最後までになんとか盛り返していこうと、はい。そう。最初に失点したらね、2点ぐらい取らなきゃいけないんですね。ちょっとサッカーの話ばっかりしてすみませんでしたね。お時間の方がそろそろ、なくなってまいりましたけども、最後に皆さんから一言ずついらしていただければと思います。さっき言った太み名線のライブ、YouTube にも、スティッカムでも上がってますので、こちらも皆さん見てみてください。あ、こちらだ、カメラ。すみません、ありがとうございます。はい、どうぞ。一言。もうさっきの話だよね、もういいからしつこいな。いや、いいです。ドーチェリアールの企画ライブやるので、31日、よかったら見に来てください。はい。ラランミさんもお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、そんな感じでですね、私の方はですね、ちょっと来週ちょっと忙しいというか、いろいろありますので、またちょっとブログの方で、赤いバラの日々というブログの方でですね、告知しておきますので、もしよければご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、今日もちょっとこんな感じで、のんびりとした放送でしたけども、最後にですね、皆さんで、画面に向かってですね、さようならということで挨拶をしていただきましょう。それでは皆さん、さようなら。さようなら。